はい、どうも皆さん、こんにちは。三賢者の新平です。今日も言霊やっていきたいと思います。異風神とかね、プタハの破滅級が帰ってきたんですけども、僕がですね、以前異風神の簡単攻略法、まあちょっと簡単とは言わないんですけども、ちょっと変わった攻略法を、ね、動画で紹介したんですけども、ちょっと今現環境でその編成で、挑むと危ない目に遭うよっていう状況になっているので、ちょっとそれをね、動画で紹介していこうかなと思います。はい、というのもですね、今現在、破滅級がそもそもアップデートでね、一旦中断されてしまった理由も、ちょっとバグが出ている、リーダースキルの倍率にバグが出ているということだったんですけども、まだですね、リーダースキルの異常状態耐性の方にバグがあるみたいで、日没キスの混乱耐性がですね、正しく発動していないようです。で、このパーティーはですね、日没キスの混乱耐性 80% をうまく利用して、でかつ、執念に睡眠がかからないようにして、それに関しては運なんですけども、執念のマリア貫通とキラーを使って両手を抜いていくという特性なので、混乱が少なくとも1体で、人はもう誰もかかっていない状態っていうものが望ましいんですね。はい、なので、このボスの初ターンですね、見ていただくと分かるんですけども、はい、これの左手ですね、左手が混乱をかけてくるんですけども、はい、見ててください。はい、1体を除いて3体が混乱かかってしまいました。で、全くゼロではないようです。全くね、ゼロベースでもう全員が混乱にかかってしまうというわけではないみたいなんですけども、かなりの数混乱にかかってしまうっていう状況ですね。80% を持っていると本当に全くかからないとか、かかっても1体ぐらいが多分通常値だと思うんですけども、それが今ちょっとバグが起きているということですね。で、今回は運よく、ドローしてきた者たちが、文字ね、バッチリ止まったので、執念を、一番右に置くことができたんですけども、混乱が、全キャラとかかかってしまったりすると、それがうまくね、配置できなかったりするので、正直この編成で今、異風神を回ることはおすすめしません。で、今プタハも来ているので、プタハ魔球をやるのがいいのかなとも思うんですけども、どうやらですね、日没キスだけじゃないみたいなんですね、不具合が来ているのが。他のキャラクターでも不具合がちょっと見られているみたいなので、プタハは睡眠なんで、睡眠がね、100% 以外でいくとかなり低い確率になってしまっているのではないかと、予想されます。ちょっとまだね、僕そこまで進めてないので、検証はできていないんですけども、今あまり、異常状態、特にこちらの行動を封じられてしまうような異常状態を持つボスのところにはクエストには行かない方がいいのかなと、特にですね、異風神、これだけの不具合があれば、おそらく延長とか時期を変えてまた再降臨するとは思うので、今は、プレイすることを僕からはお勧めしません。特に日没キスリーダーですね。で、僕が以前紹介したデッキ編成では、挑戦しないようにしてください。この動画ではですね、一応勝利はできたんですけども、かなり運要素が絡んでいるところがあります。何ターンかに1回ね、混乱の付与をしてくるんですけども、それをうまくかわしてっていう形でプレイをしています。はい、もちろん混乱がね、かかってこないタイミングもあるので、そのタイミングに関しては大丈夫なんですけども、どうしても混乱攻撃をしてくるタイミングっていうのがあるので、そこで、運が悪いともうちょっと厳しい状態になったりとか、してしまうこともあります。なのでかなりドローリーに左右されてしまうんですね。本来であればこのミッチボスティスのリーダーで、執念で両手を最初に1ターンで破壊してっていうデッキは割ともう少し安定する編成なので、
でまあ、この動画で一応書いていて、まあ動画にわざわざしなくてもいいのかなと、まあ勝った、ね、試合じゃなくても負けた試合とかもあったので、そっちでもいいのかなと思ったんですけども、動画の最後勝ち方ですね、ちょっとまあ面白いものが見えてたので、まあ、それも一緒にお見せしようかなと思って動画にしています。はい、今回もそうですね、4体中3体が混乱になってしまっていて、もう本当に運よく「い」と「う」をねドローで引いてこれているので、まあ、G 賞を作れるという、はい、これ本当に運が良かっただけなので、まああんまりこれがね続く確証はないので、だったら魔球、あの2班の魔球があってもいいのかなと思いますね。でまあ、あの使った感想としてなんですけども、イルミスを今回から、編成しています。前回の動画ではイカルマだったかもしれないですね、イルミスを編成しているんですけども、イルミスね結構強い、しっかりと手札コントロールすれば、おそらくこのね日没キスで執念で両手を抜いていくっていう編成でも、安定してこうかなりね安定した確率で攻略ができるのかなと思います。まああの彼イルミスがいればね執念の質も回復できる可能性が出てくるので、しっかりと執念出したターンとか、ボス1ターンで手札に効いてこれるようにちょっとコントロールしてあげると、まああの確定でコントロールはできないんですけども、先にねちょっと捨てとくとかしておけば、ちょうどタイミングよくね帰ってきて睡眠回復して寝ちゃってたけど貫通できたみたいなねことがあることもあるかな。なので、イルミス、まあ、日没ティスリーダーですと倍率かからないので、ちょっと難しい面もあるんですけども、ありかなと思います。はい、あと、こういう場面ですね。はい、まあ、ここでも混乱がかなりきついですよね、3体かかっちゃうけど。まあここでビリビリもないですし、つらみが引けて、まあ本当にここも運がいいですね。で、イルミスを引いて、まあ睡眠を解除できたと。で、ここでね、執念を引いていないければ、まあ、勝利をね、引くしかな、出すしかないんですけども、眠ってしまっていたら攻撃ができないという状態になってしまうと。まあただね、イルミスを引くことによって、それが回復できる。強いですよね。であと、まあ、一応この崩壊でしかイルミスのスゴ技をね発動できるチャンスって両手壊した後ないので、こういうタイミングでしっかり発動できるっていうのはいいことですよね。はい、で、まあ、前回のねそのこの前のターンでしっかりとバフが詰めたので、まあ、ワンチャンいけるなと思って追消滅を組んだんですね。ツラミ乗ってくれて、で、つらみ、愛、よもつ、うれやっていう形でね、ストーリーの、4人で、追消滅を発動させて、で、かつ、まあ、バフが3つということで、弱点ワードも乗っていると。で、まあ、よもつのね、その、威力がどれぐらい出るのかっていうところに、ちょっと注目をし、注目じゃないや、注目をしていただければなと思います。はい、ということで、今回の動画は以上になります。くれぐれもね、日没キスで、今、このね、バグが直ってない環境で、執念に、執念じゃない、リクエストに行くのはお気をつけください。もしよかったら、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。